かけで知り合いの団体さんが TNR か何かの現場で保護した子だったと思うんですけれども、はい、性格もすごくあの人見知りはちょっとあるんですけれども、慣れたら全然もう甘えん坊ですし、はい、うん、あの遊ぶの大好きですし、はい、もうおもちゃとかすごい放り投げたら取ってくるぐらいの勢いもある方です。月見ちゃんのチャームポイントを教えてください。そのふわふわ毛でしょうか。ふわふわ毛も確かにそうなんですけど、うん、あと可愛い鳴き声、え、鳴き声結構可愛いんですよ。呼ばれた時とかもあーって思いますし、あーって可愛いねっていうあのいろんな声色の、ね、猫ちゃんいると思うんですけれども、この子はもう可愛い鳴き声だねっていう部類ですね。え、どんな鳴き声ですか。やだ、無理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 、あれさすがにどんな鳴き声ですか。みたいな感じ、あーみたいな高い声で、ちょっと高めの甘えた感じの声を出します。へー、うん、よいしょ。体重は結構ある感じ。愛護センターから出した当初は、はい、4キロなかったと思うんですよ。はい、最近は本当によく食べる一番の食いしん坊になりましてまあちょっと食べたらすぐもう人の顔見ちゃご飯ご飯ご飯っていうおねだりがすごい猫になっちゃいまして、はい、もこくんはどういうきっかけでセンターに行ったんですかね。もしかしたらその6歳とかって年齢がある程度分かっていたので、はい、飼育放棄かなというイメージはあります。うん、ただやっぱり人慣れというか、我が家でも結構一番に お出迎えしてくれるんですよ。うん、で他の来客が来た時に一切怖がらずに誰に対しても全然物おじせず出迎えますので、人慣れはすごくしてるんです。なるほど。はい、なんか気が向いたらバンって膝とかに乗ってきたりとかちょっと甘え方が下手なんですよこの子不器用ですからなるほど。味のある顔と性格、噛み癖的なものもあるのでそこだけちょっと注意をしていただきたいなとは思います。噛めば噛むほどこうすごく味が出てくる子です、この子は。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫は松山市空港通りで行われている保護犬と保護猫の譲渡会、新しい飼い主さんを募集しているワンちゃん猫ちゃんを紹介しています。尻尾が長くて立派ですね。へー、松山市の保健所から、はい、去年の3月の22日かな、はい、4匹いて、そのうちの2匹はもう一般の方がもう里親になって出してくれてて、はい、でこの子ともう1匹トミコっていう真っ黒の猫がいるんですけど、はい、じゃあかなりちっちゃかった、 200g 切るぐらいですかね。え、じゃあミルクで育てました。ミルクから育てたんですか。ね、順調に育ちました。
でもこの子はね最初からミルクは飲めたので、はい、もう一匹の兄弟の子が飲まなくって、はい、やばいかも死んじゃうかもって思ってたんですけどね、はい、なんとかもう一匹の子も持ち直してくれて、性格的にはどうですか？性格的には、うん、あの来客するうちの自宅の方に遊びに来る人たちに対してすごいフレンドリーで、へー、まあ、穏やかでいい子なんですよ。で実際抱っこして爪切りとかも簡単にできるので、ただこういう譲渡会とか場所が変わると今うなってるでしょ。あ、これは仕方ないですよね、テリトリーじゃないから。そうそう、ちょっとまあ1週間も経てば慣れそうな感じですよね、うん、もちろんおっしゃると思いますよ。はい、チャームポイントはどこだと思いますか？チャームポイントはですね、あら、ハルコン、ハルコン、ワンポイントの白の、あ、本当だ、胸に白いペンダントがあります、はい、あとお目目がクリクリとして、かわいい。ちょっと嫌な、嫌なんね。あの、私も長年猫飼ってますが、シャーシャーユーコは甘えん坊なんですよ。そう、すごい甘えん坊です。でまあ、爪切りがね、うん、こんなしても全然怒らんでできるんで、はい、爪切りがねできる猫がいいっていう人向きやとは思いますけどね。かわいい、攻撃性はないです、ないですか。ここではこんなですけど。ね、でちょっとやっぱりあのこの子はナイーブなところがちょっとあるんで、はい、でも次回からの譲渡会ちょっとお休みさせて、はい、まあ、忘れた頃にまた忘れた頃に来るかな、どうかな。なんで個別のお見合い希望を待ってます。わかりました、はい、ね、これ一回り小さい真っ黒のトミコの方も、まあ、が来週からはまた譲渡会参加という形します。顔は似てるんですか？そっくりです。これちょっともうちょっと丸くした感じかな、顔は。なるほどです。うん、やっぱダメなんじゃ、ダメなんだ、ハル君ダメなんだ。まあうちにたまにあの6歳の孫が遊びに来るんですけど、その時も孫にこれちょっかいちょちょ遊んで遊んでって言って仲良く遊べるんで、フレンドリー。子供さんのいるお宅でもね、今こんだけうなっててあれなんですけど大丈夫だと思います。こういう子の方が甘えん坊だと思います。はい、ミニーちゃん。ミニーちゃん、この子はどうやって？うちちょっと母がちょっと認知症で、もともと猫は昔からずっと飼ってたんですけど、ちょっと野良猫手飼い出して、その野良猫からちょっと大量に増えてしまいまして、それで僕がその、まあ、母の、まあ、その代わりに保護活動をしようと思って、保護活動してるんですけど。性格はどうですか、ミニーちゃんの？基本的にはこんな感じで、あの甘えん坊で、すごい甘えてくる性格なんですよ。はい、今はちょっと緊張しちゃってるんですけどね。はいはい、抱っこしてもこんな感じで。昔は本当に尻尾以外全部真っ白だったんですけど、そうなんですか。大人になるにつれてちょっとこことかここ模様がちょっと出てきましたね。フードはどうでしょう？フードは好き嫌いはないですね。あ、そんなに。今ちょっと泣きましたね。泣きました、気のせいかな。飼い主さんには甘えてくれるし、抱っこもできますし、抱っこもできる、ほとんど泣きませんし。どんな性格ですか？性格はね、すごい人懐っこいです。まあ、あの子猫なので悪さもしますけど、まあ、許せる範囲の悪さですね。外さないようにしましょう。
伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。